なぜこんなことになったかっていうと、地震があって、うん、なんかいろいろ感じることがあって、そのさっき その批判とかのことがあったり、うん、なんかいろいろあったんで、うん、いやークキとは喋りたいってなったの。そういうことね。いやークキと話してって思ってすぐ打診してでやるかってなって、一回あったけどちょっとなんか消化不良だったから、じゃあちょっともう一回、まあ、話してないからね我々はね、話してないなった時に。でもなんかあの時なんか面白いこと最初になんか言ってたのね。もうそんなこと覚えてないな。何言ってたっけ。いや、あの、いや、本田さんのそのセミナーに行った時の話かな。ケン？うん、アメリカに行った時の話。バシャールの話か、うん、それがすごく面白い。いや、あの、見たけどブログはね、うん、見たけども改めて話聞くと面白いな。ちょうど昨日またね、あのバシャールツアーで出会った5人ぐらいで、はい、シェア会を Zoom で、あ、ズームで、へえ、いいっすね。やっぱりなんか花と一緒に行ったメンバーと話すとまたなんかエネルギー戻るよね。へえ、うん。やっぱ忘れてることもいっぱいあったし、うーん、話してるうちに思い出して。へえ、うん。そうか。いやなんかね、結構いいあの集まりいっぱいやってるけど、結構時間はなくて夜中とかやってもらえないですか。夜中しますか。お酒飲みながらそのバシャールのことを話して、夜中これこんな感じ、そうズームを見ていたいね。あ、見るのね。あ、でもね、いや、あの今だからアメリカともつないでやってるから、シアトルとシカゴとつないで、ズームで、すごい。これはね、あのバシャールツアー、バシャールツアーに行ってよかったら、やっぱそういう出会いが、あ、日本人だけどね、やっぱね、あの世界が近くなったね。だってアメリカ、しかも、ね、シアトルとシカゴですでに時差が2時間あるんだよね。そうだね、すごい。そう、そのメンバーとだから時間合わせるのなかなか微妙で、日本が昼間で向こうが夜みたいな感じの時間帯でするか、向こうが朝でこっち夜中、うん、だから12時、夜中の12時スタートだったらね、実はありなんだよね。一回ちょっと夜中12時スタートやってみるか。楽しそう。飲みながら帰れないで。いや、でもありだし、結構ね、仕事でね、うん、Zoom の会議にしたいんですよ僕は、うん、リアル会議、その行ってね、こう議論が深まる会もあれば、うん、いや、Zoom で十分同じ、うん、効果が出せる会議っていうのも多分あると思って、そのタイプの会議やってるから、うん、もうわざわざこう集まって、うんうん、それよりみんなね、それぞれの好きな場所で、うん、それで受ける、それね、やっぱりね、10個上の人たちには通じないのね、自分の業界は特に。もうなんかめんどくさいね。それでしかもね、Zoom 有料じゃないと、1対なんぼの、何人か1対1だと無料じゃないですか。いや、みんな入れるけど45分で切れる。あ、45分ね、そう、45分、そう、それ困るから、有料だったらもっとダメなんだね、みたいな。それはカズ先生だけ有料で仕切ってあげればいいじゃないですか。いや、今はそうしてるんですよ、うん、そうそう、まあ、それで距離がすごく近くてね、うん、日本中の他の方々とも話できるし、うん、すごくいいですよね、うん。僕多分ね、そこから、あ、僕パソコン全然使えないの。え？全く使えない。こういうのは OK なの？スマホはね、使える。十分じゃん、十分。うん、そう、僕は月星座ってわかる？え？なんすか？いわゆる、話飛ぶね。うん、全然いいの？いわゆる星占いでやってる、今週の最下位は乙女座みたいな、はい、僕乙女座なんだけど、あれは太陽星座で、生まれたとかホロスコープってあるでしょ。この円になって、はいはいはい、であれ生まれた時にそれぞれの占星術って星が10個あるんだけど、その10個の中の1つが太陽が何座にあるかがいわゆる星座なんだよね。だから僕の乙女座っていうのは、僕が生まれた時にその太陽が乙女座にあるから乙女座なんだ。なるほど。だからあと星ね、10個ある、あ、9個あるんだよね、うんうんうん、で月星座っていう、太陽、月、火星、金星、金星とか水星とかも天王星とかね、いろいろその星がどこにあるかによっていろんな意味が、はいはい、僕もそこまで詳しくはないんだけど、はいはいはい
で月星座っていうのも結構大事で、それが僕水瓶座なんでね、多分生まれた時に乙女座、太陽は乙女座にあるけど月は水瓶座にある。水瓶座ってそういうインターネット系とか得意な人星なの。多分 SNS は多分ね、めっちゃ得意なはずなの。で、太陽星座は、あ、これ星に詳しい人見せたら怒られないかもしれない。酔っ払いですと言い訳をしといて、ざっくり言うとどういう乗り物に乗ってるかみたいな。はい。ビッツに乗ってるのかベンツに乗ってるのかみたいなのが多分太陽星座。うん、で月星座っていうのはどういう運転手なのかって。面白いです。分かった。だからどういう運転手がどういう乗り物に乗ってるのかっていうのがその星の組み合わせで分かる。でもいろんな星にいろんな役目があってみたいな。初めて聞いた。の中でそのさっきのユッケとかはそういうのはいいよっていう話なんだけど、コライムさん、そうそう、コライムさん、はい